えっと、えっと、一、えーまあ、つと言っていいのかと思うんですけれども、あのえっと、8ページにあの賠償について3つの誓いということで、あのまあ、最後の1人が新しい生活を迎えることができるまで賠償を鑑定するということですが、もう福島県内の,あの災害関連死がもう1600人を超すという異常な状態になってまして、これは要するにまともに住むところすら確保できてないという、 今の賠償のあり方がかなりの部分原因なんではないかというふうに思われます。あの原売法ですねに基づくそのまあ、無過失責任を前提としたですねあの中間指針等に基づく賠償に乗っ取っていればいいというようなお考えを今後とも続けるのかですね。えー、もしそうだとするとあのこの最後の一人が新しい生活を迎えるまで、えー、やるということは多分。 永遠無理なんではないかというふうにもあの昨今の裁判の状況とかですね ADR の状況などを見ますと感じるのですがあの広瀬社長としましてはあの今後もあの無過失責任に基づいて、えー、一応その国から決められたとおりのことをやり,やり続ければいいという考え方でいわゆる賠償に取り組んでいかれるのかあるいはあの東電さんの過失責任を問う裁判などを踏まえてですね あのやはり一人一人にどういう損害を与えたかということを、もっときちんと検証した上えで、必要な生活の再建なり、事業の再建に取り組むのか、どのようなお考えなのか、改めてお聞かせください、はい、あのこれは先ほども申しましたようにあの、お一人お一人の個々の事情をできるだけお聞きして、それの適切な賠償をしていくというのは我々の考え方の基本でございます。 まあただ、何分にもその災害が大きくて、損害も多岐にわたっておりますので、一方でそのスピードアップもしていかなければいけないというのも、これまでずっと何度も何度も言われてきたところでございますので、もちろん累計化というのは、ある程度はどうしてもやっていかなければいけないと思いますけれども、基本はお一人お一人、できるだけお一人お一人の事情に踏み込んで、そうしたきめ細かい賠償をしていくと。 それで最後の一人までもちろん無理だとおっしゃられてしまうとどうしようもないんですけれども我々としてはそういう覚悟でこれからも賠償に取り組んでいきたいという,ふうに思っているところでございます。じゃあ,あの左側の女性の方どうぞ。すみませんえっとプラッツの安川と申します。佐野さんに二つ質問があります。エレンジの調達規模を四千万トンまで拡大ということなんですがこれはあの現在のあの本社の消費消費能力を超えると思うんです。